はい、いいですか、すいません、まあね、もうね、歌ってんだろう歌いますけどね、あ、もう消えちゃったね、これね。次の曲いきましょう。お次の曲はですね、クリスタルキングのナンバーで、やはりね、有名な国民的アニメがあるんですね。北斗拳のテーマソングでございます。はい、愛を取り戻すという曲、それをちょっとね、聴いていただきたいなと思います。ぜひともお次の方よろしくお願いします。もうね、声帯をなくしたこの方の登場ですよ。チャラン家のナンバーで、ね、ずるい女になりました。はい、チャラン家のナンバーで、ね、ずるい女です。
もうね、内山さんいっぱいでね、はい、もう死んでる見ちゃいけないっていうのはこういうことなんですよ。はい、ということでね、赤いジャケット着てきたんで、もう一人いいですか。これじゃちょっと失礼なんでね、これで帰るのはね。はい、今日もう2回目これ登場してるんですけどね、はい、見てないですよね、全然ね、やっぱりね、2回目の人はね、はい、あの人たちもう1万3回ぐらい見てる。はい、それでは赤いジャケット着てきたのもう一人、来たの赤いジャケットではなくロンチャージーなんて言いますけどね、はい、爆発を行かないでこの方来たのサンプライザーなんかのバックスラブでランナーショーカツラ入れなかった君は少し続いてもうもうこれは時代だろうと見たい瞳の中で背を宿した魂を信じてら踏み台を言えばよかったのだろう影のない少年の季節は過ぎ去ってく風はいつも強く吹いてるまた漏れない走る走る俺たち流れ癒せもそのままにいつかたどり着いたら夢に打ち明けられるだろうまで真面目に酒運んでたハゲでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。サーブンシャーランさつけ2曲やっていただきましたね。どうもお付き合いありがとうございます。ね、破壊をサブちゃんですかね。皆さんのね、なんかね、何かをね、破壊したんではないでしょうかね。大丈夫ですかね。それでは次行きましょう。お次はですね、なんとこの方の登場でございます。なんと愛さんのナンバーから AI と書いて愛さんのナンバーからハピネスをお届けしたいと思います。ハピネス、こちら CM で使われてましたね。コカ・コーラの CM でございます。それでは行きましょう。ハピネス I'm gonna make you mine.
みなみちゃんじゃなくて朝倉かんなちゃんライジングでこの曲使ってるって言ってね歌わせてもらったんだけどね。じゃあね、お付き合いよろしくお願いいたします。登場、旭川の代表するアーティストといえばこの方、玉木浩二さんでございます。玉木浩二さん、まんまで、ね、どうぞ。Come on, come on, come on.
本でね一番歌が上手いと言われてるキマコさんなんですけどね、多分今ねお兄さん方あれこいつちょっと歌があんまり上手くないなって今ね顔をされてたんでね、正解を今のうちに発表しておきますとですね、250m 先からやってまいりました、どうもたぬき工事でございましたんでね、たぬきさんじゃなくてたぬき工事、ちなみに今日どちらからどういうところか、いや、そういうことは関東レ…関東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 で来ました、関東で来ました、関東から来ました、ありがとうございます。そしてね、東京からね、ご出身は滝川ということでございましてですね、1977年、僕2月生まれのね、同い年だと思うんですけど、多分同学年だと思うんでね、じゃあ最後、1個だけもう1個顔ネタをやらせていただいてよろしいでしょうか。ちょっとこのね、もう一回最近気に入ってるネタがこれあるんですけど、帽子を用意しましてですね、あ、カーテン閉まったんで後でやりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です、はい、どうもありがとうございました。あの、たまひこさんでございます。たまひこさんでございました。どうもお付き合いありがとうございます。お次はですね、なんとこんな方を呼んでおります。あの、いつきひろしさんがなんと3時間前からスタンバっております。はい、それではね、登場してもらいましょうか。五木ひろしさんナンバーで夜明けのブルースでございます。それでは拍手でお迎えください。それではどうぞ。